失敗は許されない。立て。立て。目の前の律者を殺せ。律者を殺す。権限、神聖。ビタさん、まだ続けるんですか？今のあなたなら、私の権能を理解してるはずです。もし諦めてくれないなら、私は、ずっとあなたと戦い続けます。確かにね。君のその力は、創生の世界の泡という特殊な環境で誕生した、二つの相反する特性を持つものだ。いや、というより、君個人の経験がそれを必然としていたのかな？創生と朝礼、君にぴったりの能力だね。できることなら、私は誰が相手でも、二つ目の権能を使いたくないんです。なるほど。あの時彼女が一人で僕と対峙することを決めたのは、道理で彼女の態度が微妙に変わったわけだ。ここまで超人的な力を手に入れても、君は相変わらずみんなに優しいんだね。律者を殺せ。ビタさん。失敗は許されない。仕方ありませんね。私も戦い続けるしかないみたいです。シャ。律者を殺せ。彼女を殺せ。はあ、君は本当にうるさいね。デリート。やっと生成した。ビタさん？心配しないで、ゼーレ。僕たちはもう戦わなくてもいいんだ。え？だって、僕は最初から、シャなんかじゃないから。僕は、君たちのことを愛している。あのビタだよ。ビタさんは、シャじゃないんですか？それって一体面白い表情をするね。さっきまでの凛々しい姿もあのゼーレの前で強くありたいからわざと演じたものでしょ。今の表情の方が可愛いゼーレらしいよ。あ、でもさっきの怖い顔も違う可愛さがあるけどね。わざと私の油断を誘いたいのなら。待って待って、怒らないでよ。今からちゃんと説明するから。僕たちはそんなに激しく憎み合う関係じゃないよね。一度釈明のチャンスをくれてもいいじゃないか。なんでそんなことが言えるんですか。
私の仲間と二つの世界のみんながあなたのせいで。ああ、彼らね。どうせ君はもう彼らを連れ戻す方法を知ってるんじゃない？図星だね。もう一人のゼーレはその準備に取り掛かってるんでしょ？確かにビタさんは手加減してくれました。そうじゃなかったら律者の権能を使ってあなたに存在を抹消された命たちをこの世界に連れ戻すこともできないはずです。本当の死は意識の永久的な消失を意味します。それは死の律者の権能を使ってでも逆転させられない結果です。死の律者。その名前は健全そうにもポジティブそうにも聞こえないから君にはあまり似合ってないと思うよ。そうだね。死生の律者でどう？死生の律者。何かを朝礼させて死なせるよりも周りの全てを生き生きとさせる方がゼーレらしいと思うよ。ビトさん。いえ、律者の名前は重要じゃありません。それよりも私の権能だけじゃこの世界の泡に根付いた規則を払うことができないかもしれません。それは私にも理解できない規則です。でも分かってるんです。それがここに存在する限りセントソルトスノー、砂鉄の国、そして他の世界の泡にいる命たちは遅かれ早かれ滅亡してしまいます。それについてなら教えてあげられるよ。いわゆる社の規則をね。願いだよ。願いが社の設定した規則なんだ。願い？規則を埋め込んだ世界では人々の一部の願いが現実になるんだ。君がさっき言ったみたいに合理的ではないけど確かに存在している。君のさっきの推理で唯一間違っていたのはその因果関係を逆に捉えたところだよ。セントソルトスノーのみんなは生死を導く賢者がいて、彼女が死者を死後の世界へと連れて行ってくれると信じていました。だから砂鉄の国の世界が誕生したんだ。そして砂鉄の国の魂たちは賢者が彼らを蘇生させてくれるからセントソルトスノーの聖者と再会できると信じていました。だから二つの世界が交わって徐々に一つへと融合したんだ。でもその融合こそが世界が滅亡する始まりでもあったのさ。そして二つの世界の滅亡は神官によって爆発した爆薬と同じように巨大なエネルギーを放出して最終的にはすべて社に集まっていくんですね。うん、だから言ったよね。君は大体言い当ててるって。でも社はどうして世界の泡のすべて、特にみんなの考えが彼女の予想通りになるって確信してたんですか？簡単なことだよ。それは人間の性について社がすごく詳しいから。親しい人や愛する人との死による別れに苦しみを感じる、それが人間の性ってやつだ。一度別れてしまった家族や愛する人と再会したい、それも人間の性。慣れ親しんだ生活を諦めたくない、それも人間の性。楽を貪り努力をしたくない、それも人間の性。人間の性は世代交代によって変わるものではない。たとえ世界が交わって全てが滅亡した後でも一度新たな芽が出ると似たような物語がもう一度繰り返されるんだ。人々の願いに公約数が存在する限りそれは自らの手で拡大され最終的に社の規則を実践するんだよ。だからここでは願いが月の岩になって高等になった、霊落の星では願いが彼らの聖願になったということですか？そうだよ。彼らは新しい資源を渇望していたんだ。その資源を見つけられなければ彼らの文明は枯渇し霊落してしまう。だから規則は彼らの願いに応えた。願いから生まれる聖願が多ければ世界の泡の膨張も激しくなる。
だから時間になれば、ボン！ほら、形がどうであれ、シャはいつも彼女の欲しいものを手に入れられる。根本的に生命が存在する限り、願いは必然的に生まれてくるからね。虫けらでも高く飛びたいし、花や草でも成長したいんだ。虫と植物しかない世界だとしても、シャの意志のもと、願いに突き動かされて膨張するんだ。ああ、ミステルが君たちに言ったかどうかはわからないけど、彼女は生命に対して独自の理解を持っていて、すごく面白いと思うよ。彼女は自分の成長を自覚できる存在は、すべて生命と呼べると主張している。基本的にはその観点に同意しているけど、少しだけ修正を入れたいな。僕が思うに、成長を自覚できることは、すなわち、願いを持つこと。そして願いの本質、もしくは生命の本質は、膨張だ。その点において、ただその点においてだけ、僕はかつての至高なる主であるシャを、すごく認めているよ。リタさん、あなたが本当にシャじゃないのなら、あなたは一体、誰なんですか？僕？僕は、おや？またいつの間にか眠ってしまったようだね。そうか。あの者の意志のささやきが、長いこと届いてないからかな。種まきの指示がない。巡視の指示がない。清掃の指示もない。だから僕は眠るしかなかった。でもそれは、一体どうしてだろう。そういえば、僕はなんでそんなことを考えてるんだ？あれ？僕僕は誰だ？僕僕はあそこに行きたい。僕はあれをやりたい。僕はあの人に会いたい。はい、代理人。指示を受諾。ただいまより出発します。あなたの意のままに。シャ。僕自身で勝ち取る必要がある。どう？そっちの処理はもう終わった？清掃進捗は 97% に到達。リセットを邪魔する要因はすでに排除済み。ちょっとマーラってば。ここには僕たち二人しかいないんだ。そんな固い口調で話す必要はないと思うけど。ふっ、それもそうね。今回僕たちの運は悪くないみたいだ。頑張ってこの世界の泡を搾取したり、滅亡を加速させる必要はないね。そういえば、
これの使用数の限度はあと1万回分あると思う？それが私と何の関係があるっていうの？清掃こそが私という清掃員の本業よ。それ以外のことは関係ないわ。それじゃあ、君はいつあの清掃員脱走計画を実行するつもり？もう知ってたの。マーラ、僕は一度も君のことを見くびったことがないんだ。僕に対しても同じような扱いでいてほしいな。君はもうあの者の意志から世界の泡のエネルギーを奪う方法を得ているんじゃないの？君の知恵なら海の中にいなくても同じことができるはずだよね。例えばどこかの世紀に満ちた星に行ってそこの全てを吸い尽くすとか。そんなに簡単じゃないわ。どこかの宇宙に行くなんて語るまでもない。この清掃員の運命から逃げるだけでも私の全てをかけないといけないのよ。それでもうそこまで詳しく知ってるのなら、あなたは全てを社に告げ口するつもり？答えて。マーラ、君はあの者の旧友みたいだけど、今のことをあまり分かってないようだ。君がこっそり自分の意識データをせき止めたことを、まさか本当にあの者が知らないとでも思ってるの？僕が自分の人格を獲得したことを本当にあの者が知らないとでも？あの者が知らないことなんてない。ただ気にしてないだけだよ。この宇宙において規則を埋め込むこと以外にあの者が気にすることがあるのかどうかもわからない。あと深淵を避けるぐらいかな。何しろ第三惑星と第四惑星に対してはあの者はいつもビクビクしていて、外周で様子を見ることしかできていないから。ふん、なるほどね。でも僕は約束できるよ。絶対に君の計画をわざわざ告げ口したりなんかしない。君の恩情に報いるためにね。恩情？僕は知ってるよ。僕が目覚めたのは完全なる偶然なんかじゃないってね。ありがとう、マーラ。私がそうしたのはあなたのためじゃないわ。あなたはあのもの、昔の彼女と似すぎている。正直に言うとあなたのことは嫌いなの、代理人。あれ？マーラがそんな風に理性的ではない言い方をするなんて珍しいね。でもマーラ、僕たちはもう腹を割って話せる間柄になったんだから、少なくとも僕のことは名前で呼んでほしいな。ええ、それは新鮮ね。あなた、名前があるの？そうだよ。これが、ずっと前から考えてた名前なんだ。それを耳にする最初の人が君だよ。君に話した僕の思い出話は、まだ覚えてる？社が海を渡る旅に出る前の。まさか。太陽系の第二惑星。その火種は消えたりしない。宇宙のどこかで再び芽生え、僕を根とし、深淵にたどり着くその時まで、星と海の旋回の中で、不動の存在となる。僕は全ての過去を捨てる。愚かな記憶も、浅はかな感情も、恥ずべき失敗も、僕はこの名前、ビタを、ここで捨てる。ビタ、本当にその名前を使うの？ああ、もう決めたんだ。すごくいい名前じゃないか。その響きから生命の韻律が聞こえてくると思わない？一度あの者に捨てられた名前は僕が継ぐよ。そしていつの日か。いつの日か、何？まだ秘密。つまりあなたは金星の生存者ビタ。彼女が漁師の海の社になった後に作られた分身
助手、代理人。まあ、どう呼ぶかはお任せするよ。だからほら、以前自分のことを金星人だって言ったのは別に嘘じゃないよね。あなたたち、金星の人たちも崩壊に直面して、終焉の眉に対抗していたんですか？そうだね。僕らの言葉では、深淵という呼び方が一般的だけど。僕らの母星、金星は、プルシャと呼ばれていた。まあ、人類の家という意味だよ。でも僕らの文明は、君たちほどロマンチックじゃないみたいだね。金星に地球。すごく面白い名前だよ。ピタさん。どうしたの？僕がまたデタラメを言ってると疑ってる？いえ、その、あなたがこの世界の泡を危機に陥れた元凶じゃなくて、ただ、自分の自由が欲しいだけなら、どうして鬼の手先に、社の共犯者になったんですか？これまで、あなたはずっと私たちのガイドで、仲間でした。いつの間にか、私もスーサナさんも、あなたのことを信頼できる仲間だと思うようになりました。いつも、キラ先輩に甘いって言われてきましたけど、彼女もきっと同じ考えでいたはずです。それに、霊落の星の件で、彼女は本気であなたのことを助けようとしていました。それと、ミステルとプロメテウスさん、ゼーレと四季のリツヤさんも、あなたの穴だらけの作り話を、信じようとしてました。そうだね。その点においては僕も心が痛むよ。真面目にしてください。私たちの戦いはまだ終わってないのかもしれませんよ。わかったよ。白状する。簡単に言うと、僕は確かに悪者だ。僕は自由が欲しい。そして自分のためだけに生きたい。ただの分身として、誰かの命令にひたすら従いたくなんてない。自分で眠るか目覚めるかを選ぶことができないのは嫌だ。でもそんな自由は、過去の僕にとっては、夢のまた夢だったよ。正しく言うと、社のコントロールから離れ、君たちを観察するときにも使った、あの全知の目を振り切ることは、おそらく、神々しかできないだろうね。でも僕は神ではない。ただその模倣者の手のひらにある一粒の砂に過ぎないんだ。だから、タイミングを伺う必要があった。タイミング？もしかして、私たちのことですか？その通りだよ。ただ、すべての始まりで。この世界の泡の規則は、高等の賢者が誕生したことによって、少し乱れたんだ。君たちよそ者が姿を現した時も、僕はただちらっと状況を確認しに行っただけ。だってそれは社の規則にとって大した問題じゃなかったからね。でも君たちは、多かれ少なかれ特殊だけど、僕の長い長い代理人としての人生の中で、君たちみたいな未知の要素を目にしたことがあるんだ。君たちは無数に繰り返してきた作業の中で、珍しく現れた変数だったから、興味を持った。そして、少し観察してから、君たちについていくことを決めたんだ。結果的に、君たちは僕に予想外の幸運をもたらしてくれた。君たちは創生の世界の泡の構造を発見し、高等の賢者の試練を乗り越え、規則の真相に肉薄した。そして、規則を破る方法にまで、ほぼたどり着いた。あの者が道作り計画の危険性を察していなければ、その時点で、君たちはもう規則のコントロールから外れてたよ。つまり、ミステルが作った道が急に崩れたのは、やっぱり、社が直接介入してきたせいだったんですね。ああ。その時初めて、僕が自由を手に入れるための鍵になりうると。君たちを意識したんだよ。それで僕は迷わず君たちの計画と終焉を乗り越えた過去を社に包み隠さず伝えたんだ。
だから道がタイミングよく崩れた。何しろシュレーディンガーが僕を困らせた時と同じように、毎日膨大な数の仕事を処理しているシャでも、正確に具体的な物事を操るのは難しいからね。どうしてそんなことをしたんですか？あなたさえ良ければ私たちと一緒にこういう世界へ行けたのに。真の自由を手に入れるチャンスが見えたからね。代理人として僕は社の意志に従い、規則が埋め込まれた世界の泡を巡視していた。それを実行する途中で起きるいろんな状況に対応するためには、僕にもある程度の権能が必要だった。その権能の出所はもちろんシャー自身だよ。少し考えればわかることだけど、シャは搾取よりもすごく支払いの方に熱心で、すごく慎重なんだ。例えば僕がシャから得る力はいつもギリギリ足りるぐらいしかなくて何を言いたいのかはもう理解してくれたよね。ビタさんはもっと多くの権能をもらいたかったんですか？ああ。あの時、君たちが離れていくのを見逃してしまうと、僕は再び任務終了の休眠に入るしかなくなる。そうすると、いつまた目覚めるのか全く見当がつかない。僕が君たちの世界に行ったところで、その結果は変わらない。社にとって、僕を捕まえるのは、ミステルが君たちを捕まえるよりもずっと容易なんだ。なんと言っても僕は間違いなく社の分身だからね。だからみんなの計画は社に深淵のような壊滅をもたらすと何度も何度も警告したんだ。とにかくその脅し文言はちゃんと功を奏したよ。社からもっと多くの権能をもらえたんですか？想像以上にね。僕が君たちに言った愛してるを覚えてる？あれはお礼も兼ねていたんだよ。でもその後に起きたことは僕の予想を本当に超えてしまってた。まさか君たちが全地のプレッシャーの中で逆に規則を利用して漁師の海から誕生する律者を作り出すなんて。それは大きな犠牲を払った結果です。確かに。でも常識を超えた力を手に入れるためにはそれ以上の代価を支払う必要がある。君もそうだし僕もそうさ。そして結局本来問題を解決できるはずだった決め手は何一つ機能せず、社に残された選択肢は三つしかなくなった。自らここに降臨するか、この世界の泡を放棄するか、もしくはより多くの権能を僕に与えるか。僕が知る限り、事態がここまで発展してしまったら、シャは必ず最後の選択肢を選ぶよ。結果的にまあ、さっき君と激しく戦った僕が出来上がったけど。どう？悪くなかったよね。つまり、実は今のビタさんの方が、最強のビタさんってことですね。ああ、その通りだよ。このドラマの終幕で僕はやっと自分と社のつながりを切るチャンスを見つけた。今さっき僕が君に近づこうとした時だ。遥か昔、社が他のデータ生命体を削除したのと同じようにね。はあ、ゼーレ、僕は自由だよ。ひな鳥が初めて朝日を目にしたように、稚魚が初めて卵から出たようにね。そして僕が最初にやりたかったことは、この顛末を僕に神聖を与えてくれた人に打ち明けることだ。その人は君だよ、ゼーレ。わかりました。今のビタさんは確かに私たちに悪意を持ってません。でもこれからどうするんですか？私はこれから仲間たちを、この世界のみんなを連れ戻さないといけません。そして、すべてが元通りに戻ったら、自分の家に帰ります。そのために行動するとき、ビタさん、
あなたは私の前に立ちはだかるんですか？僕の友人ゼーレ、こう呼ぶことを許してほしい。君がどこに行こうと何をしようと、僕はただ君に感謝して祝福を送ることしかないよ。自分のことは悪人だと自覚しているし、罪滅ぼしなんてしたことがない。社の代理として多くの文明を滅ぼしてきた。でも今回はそもそもみんなは死んでいないから、僕が懺悔する必要はないよね。でも僕たちの戦いは間違いなく終わった。でもまだ社の規則が。それかもう心配しなくて大丈夫だよ。さっき言ったよね、君たちの最初の計画だけで十分この世界を救えるんだ。それにさっき君と戦った時に僕が使った力は願いの目から来たものだよ。あれがここに埋め込まれた規則の根幹だ。それはもう君の手によって断ち切られた。世界はもうここの命たちに返されたよ。あ、そうだ、君が友達を探すときは正しい世界の泡で探してね。規則はもう存在しないけど、この世界は整形と改造を経験した。君たちが来たときみたいに違う形の命は違う世界の泡に分別されてしまうからね。でもその分別は割と適当だから、例えばミステルたちは砂鉄の国に行くべきじゃないの？だからほら、規則が全知であったとしても全能までは全く届いてないんだ。ゼーレ、これで君に説明してないことはあらかた話せたよ。これから僕は自分の人生を楽しんでくるつもりさ。ピタさん、はあ、もうたくさん経験してきたはずなのに、僕はまだお別れが苦手みたいだ。それじゃ手短に済ませておくね。ゼーレ、君のキロが順風満帆でありますように。